はい、どうもこんにちは、リンカです。元気ですか？今ロサンゼルスについて、ちょっと何ブラブラしているところなので、ちょっとカメラを回してみたいと思うんだけど、どこだここはっていう感じで、今からちょっとねお腹が空いたから何か食べたいので食べていきたいと思います。私は何を選ぶでしょうか。レッツゴー。ずっと食べてみたいなと思ってたパンダエクスプレスチャイニーズキッチン、なんかね中華みたいに食べたくなっちゃったから、これ食べます。あ、何これ、ついてくる、かわいい。でれん、どうも。ちょっと一人にしては多すぎるけど、これこんな感じ。これでだいたい9ドル、10ドルぐらいだったんだけど、高いわねやっぱり。はい、さあいただくぜ。いただきます。照り焼き、うまっ。これソースかけてなかった。多分かけなきゃよかったかも。なんか別にいらんないと思う。これどうしよう。まあいいや。これなんか、あ、臭くないけど、なんかうわすっごい塩、酢豚みたいな、ここに入ってる酢豚みたいな。いただきます。うん、ちょっと辛い。なんかさ、イベントがある時ってご飯をさ、なんだろう、不規則っていうか、朝帰ってきて朝早起きして家出てイベント会場行ってみたいな感じだからさ、不規則すぎてさ、1日1食ぐらいしか食べないね。でだから今ほらイベントがあるわけじゃないから、ちょっとゆっくりできてるからすごい食べれてる。なんか前回アメリカ来た時は本当に太ったの。こっちに行って毎日食べすぎて太ったんだけど、なぜか今回は全然食べてなくて、でめっちゃさ踊ってって感じだから、ほとんど食べてないから、なんか久しぶりになんか味か感じてる。いつかこれ落としそうでね、心って。
これからの予定は、今もう夜の7時ぐらいなんだけど、なんか知らないダンサーの LA の人で、よくコメントをくださってたダンサーがいるのね。なんかその人が今日時間あったら一緒に踊ろうみたいな来たから踊ってくる。なんかさ、今日飛行機めっちゃ遅れて、朝6時ぐらい出たの、家とかホテルみたいな、エアビカをチェックアウトして6時に出たのにさ、ロスに着いたのが夕方の4時とか、もう何時間移動してんのって感じだよね。いや、もう慣れてさ、移動もで、飛行機もマジで1回も起きないよね。だからパッて気づいたらなんかもういるもんみたいな感じだから、なんかそんな苦ではないけど、一日を無駄にした感がなくもないかなみたいな。でもあの休み、体休められたってことでいいかな、いいと思う。何言ってこうかかな。なんか気づいたらね、あと10で 10% しかなくてね。で、あのチャージするやつあるじゃん、携帯のあの何あれをね、忘れてきたから、パソコンで充電してたんだけど、そのパソコンの充電も切れちゃったからね、今から急いであのターゲットっていう、なんかいっぱいいろんなのが安く売ってるところがあるんだけどに行って買いに行きたいと思います。てか充電やばい、充電。このね、ターゲットって超面白くてさ、なんかもういっぱいいっぱいある、もう何でもあるみたいな店。これ今お洋服だって待って恥ずかしい、洋服が売ってるとこだけど、なんと何でもあるの、食料品も最高。はい、ゲットできたから復活したので、いろいろ取っていこうかと思います。前はね、ナナちゃんと一緒に来たんだよな、懐かしい。なんか多分なんかね、イメージはさあれみたい、あのドン・キホーテみたいな感じがする。こっちのすごい物であふれかえってかわいい、これこういうゲームみたいなのも売ってる。てかさ、ほんとこっちに来てほんとに思うけどさ、日本のアニメってほんとに人気なんだなって思う。終わり。懐かしい、好きだったなマジでバービー。見てるだけでなんかこう楽しめる感じですよね。いいね。おはようございます、っていう感じでした昨日は。でその後もうなんかすぐ急にあの迎えに来てくれるってなって、あの動画全然撮れなかったんだけど、あんな感じで、楽しかったです。はい、2日間しかちょっといないから、何がなんか有名なのか、あんま詳しくないかよくわかんないんだけど、でもなんかあと1日今日楽しんでいきたいと思います。まずはコロナのテスト受けに
行ってまいりたいと思います。バイバーイ、またね。皆さん、ワンムーブダンスチャンネル登録よろしくお願いします。